はい、こんにちは。新谷です。で、最後ね、いよいよ、今夜、アラバン、最終話、発表されます。誰が黒幕なのか。誰が黒幕なのか、本性が暴かれます。いよいよ。でね、そのほんと直前のね、考察ってことでね、この動画、今回のね、考察動画、最後にしようかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、大どんでん返しが来るっていう風に、ほら、ね、CM でもちょっと、横山、流星くんか、横山じゃない、すいません、ちょっと、道やん役の俳優の方、ごめんなさい、ちょっとそこちょっと名前が、把握してませんでした、すいませんでした。ですね、まあ、ね、彼らも結構インタビューとか今受けてるじゃないですか。昼間のまあ昼間の、そうインタビュー動画っていうか、まあバラエティとかでね、いろいろインタビューとか受けてる中で、大どんでん返しが来るみたいな、ね。なんか、最終話、完結はするけど、なんか、大どんでん返しが来る。っていう意外な展開、新展開にはならないんでしょうけど、意外な展開で終わるみたいなことを歌ってるのを見て、ちょっとね、最後の最後に僕の考察、多分ね、まあ今まで言ってきましたけど、黒島ちゃんが何かしらの鍵を持ってる、握ってるのは、もうそれは変わりようのないことだと思います。だけども、実は、本人が意図しないところでの殺人が起こっていたっていうことも、あり得るのかなともちょっと思ったんですね。そういう事件が、黒島ちゃんが意図してないところで、実は内山くんの単独であれは動いていたのかって、本当にあれは単独で動いていて、彼女の意図しないところで知らぬ間に起こっていた。でも、それは、実は途中から彼女も周知。知るようになった上で、知らないふりをしながらも内山くんを、利用しながら、今まで過ごした、ここまで来ちゃったっていう展開も実はあるのかなっていう。本人が意図しないところで、実はそういう出来事が起こっていたっていうこともあり得るのかなっていう。だから、奈々ちゃんを殺したところ、現場にはいなかったんじゃないのかなと思うんですね。だからそれは、内山くんになるのかな。でもそれを考えると、あの質問のね、ゾウさんですか、キリンさんですかっていうね、あの質問の意図が分からなくなっちゃうんで、でもあれは言ったのがやっぱり黒島さんなのかな。黒島さんだとして、内山くんがそれを殺したと、内山くんが手を下したのはあくまでも内山くんだから、ちょっとそう考えたんですよね。大どんでん返し、まさかの展開っていうことで、考えられる要因としたら、まさか本人の意図しない、ほら、たまによくあるパターンじゃないですか。本人の意図しないところで、実はやってもらっていたと。でも、自分自身は一切加担しない。だけど、やってくれてるのは分かってるけど、あえて放置しといた。あえて黙って見過ごしていた。っていうこともあ、実はもしかしたら、そういう展開にもなるのかなっていう。ちょっとわからないんですけどね。ただ、まあ、言うてね、もう犯人と思しき人物と、もうそのキーパーソンとなる人物たちはもう浮かび上がってるんで、もうこれは決定で、おそらく、もう逆にこれで決定にしなかったら、じゃあ他に何があるのっていう、他のキャスト呼び出します、今更っていうことになっちゃうので、もうね、言うて皆さん何かしらの悪いことばっかりしてますから、ね。今、ね、まあ事件に巻き込まれた方々全員がね、何かしらのね、悪いことを起こしてるんで、嘘だったり、嘘つきだったりとか、まあ、実際に犯行に及んでしまったりとか、何かしらの悪いことをしてるので、今更ね、黒島ちゃんだと思いますけどね、どんでん返し、ちょっと気になりますね。まあ全ては、真相は今晩、全てが明かされるんですけど、まあ、おそらく謎は全て、全部が全部は明かされないんでしょうね。きっと、1時間で終わりにするには、ちょっとやっぱ尺が短いような気がするんで、延長戦としてスペシャルか何かやるのかな。なんせここまで引っ張ってますからね。
現段階、じゃあとりあえず奈々ちゃんに手を下した犯人として一番有力が高いのは黒島ちゃんですね。黒島ちゃんともう一人加担してる内山くん、もう一人いるのかなっていうところですけどね。この二人の犯行で全てが行われたんじゃないんかと。黒島ちゃんは何せここまで危ない目には何回かあってはいるけど、ギリギリ助かってるんですよ。あの子だけギリギリ助かってるんですよ。命を失うことはなくギリギリ助かってるんです。絶対そこが怪しいんですよね。そんなうまいことあるっていう、そんなうまいことあるっていう。で、ドーヤンをかつ自分に惚れさせて利用させたっていうのはあるんでしょうね。言うたらってあの二人のやりとりの中で結構黒島ちゃんの方からアピールしてたじゃないですか。なんだかんだと私もみたいな感じで、なんだかんだアピール感がちょっと強かったなとも俺ちょっと思えるんで、あれはね、あくまでドーヤンを自分の味方に、自分に好意を持たせて、自分に惚れさせて、これから利用するために使える、駒として使うために、そういう素振りを見せたんじゃないのかなっていうのはちょっとあるんですよね。意外と彼女なんかそういうところできそうじゃないですか。もともとね、だから大学でもほら数学科ということで、頭は切れますから、そう考えると、悪女、黒島ちゃん、やっぱ史上最悪の悪女ということになるんじゃないでしょうか。そんなところかな。ドーヤンがもう犯人というのはもう僕の中ではもう薄いので、あれはおそらく演技。まあ、どこまで本当になるかどうかわからないけど、演技でやってほしいな。なんせ関係ありませんからね。ドーヤンはマンションの住民とは全く関係ありませんから、犯行に及ぶ理由が全く出てこないんですよ。例えば、有力として上がったのが江藤くん。江藤くんと実は、知り合いで、何かしらもう過去からもつながりがあってみたいな、ことも考えたんですけど、やっぱり犯行に、じゃあ実際に人に手を下すっていうところまでやるかどうかって言ったら、彼の性格上は絶対それはありえないと思ったので、まあ有力候補としてやっぱり黒島ちゃんですね。犯人でないにしろ何かしらのあれは持ってるのは確実、何かしら黒幕的なものを隠してるのはもう確実なんで、それはね今夜いよいよ暴かれます。はい、というわけでね、で最悪これね、映画かするほどには絶対ならないと思うんですけど、何かしらのスペシャルはね、やると思います。絶対1時間じゃね、この尺じゃね、終わりきるにはね、難しい。もうちょっと尺が必要だと思うんで、おそらく、とりあえずの完結ということで、一旦は締めくくるんですよ。一旦は締めくくるんですけど、その後ね、おそらくスペシャルドラマ的な感じで、後日また改めてやるんだと思います。いや、そうじゃないと、まとめきることが俺が、できないと思うんですよね。1時間という尺じゃね、難しすぎる。他の方々のマンションの他の方々のエピソードも含めて、全部解決、謎を解決させるとなると、絶対難しいと思うんで、まあ、今夜、どこまで謎が暴かれるのか、期待大ですね。はい。見物です。どこまで、視聴者を納得させていただけるのか。それをね、今夜ね、いよいよ始まります。あなたの番です。最終話。楽しみにして、見ていきましょう。それじゃあ、今回で僕の、考察、あなたの番です。考察動画、終了したいと思います。ありがとうございました。